川崎競馬、11レース、不要賞、2戦です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク1等、のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は、 青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています8枠9番ティーズ白亜です能力偏差値はトップで偏差値ランクは A ランクとなります金5層では前層2層前3層前4層前 5。走前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬のピンク色はトップグループの一角であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2000メートルとなります。指数がピークとなっている。3。走前はピンク色の着順が付着で紫の丸が21。 昨年の10月は、ピンク色の着順が3着で1700、2000は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬は不在です。先行タイプがロットをいます。この一角侵入予想図の状況からは、スローペースが予測できます。先行勢に展開の利がありそうです。指数グラフに戻って、 この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは三走前は七番手からの競馬です。昨年の10月は八番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は30で3位です。上がり指数は28で4位です。平凡な上がり指数で差せないリスクも若干あります。 スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価をした方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠8番、グッドボーイです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1走前,前は紫の丸が14004走前は紫の丸が10002000への距離延長適正は不明です展開面を見ていきます指数がピークとなっている1走前は7番手からの競馬です4走前は2番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は37でトップです 上上ががりり指指数数は32で2位でで、ま、で、で位すすままずずの差し足を見せられそうですスローペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース感覚を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は休み明け叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できますレース感覚はプラス評価していいです 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。3枠3番、ファルコンソードです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている3層前は、紫の丸が1500、5層前は、 紫の丸が1600、2000への距離延長適正は不明です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている3走前は2番手からの競馬です。5走前は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は29で4位です。上がり指数は21で7位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。 スローペースも味方しそうで展開面は若干のプラス評価していいです馬体重を見ていきます馬体重は黒色の折れ線馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています明日も馬体が増えていればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っていますふ枠2番プラチナラインです能力偏差値は4位で 偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が2000、5層前は紫の丸が1400、2000は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は2番手からの競馬です。 5走前は区番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は30で2位です。上がり指数は26で5位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。スローペースも味方しそうで、展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明け初戦になります。 鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、フレッシュグリーンです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1700、3月は紫の丸が1600、1層前の紫の丸、1900への距離延長で指数を下げています。2 0 0 0は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は8番手からの競馬です。3月は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は14で8位です。上がり指数は25で6位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは9番、ティーズ白亜です。能力偏差値は、 トップの A ランクです。展開と枠順にリスクはありますが、レース感覚を高評価しました。対抗丸を打ったのは、8番、グッドボーイです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と枠順にリスクはありますが、レース感覚を高評価しました。馬券ですが、20丸を打った、9番、ティーズハ白アを軸に、相手は丸を打った、8番、グッドボーイと、 白三角を打った3番ファルコンソードと黒三角を打った2番プラチナライン3着はその他印から選んでください。